Chasing twilight on and on. Without the clue, without a sign, without grasping it, the real question to be asked, where have I been? I'm a shapeshifter. I'm a shapeshifter. What else should I be? 最近考えるの。例の怪盗団のこと。ごめん、食事中に。いいよ、続けて。応援したかなって、それだけ。そんなこと考える余力があるのはあなたが甘えてるからよ。そんなことは。ただ生きてれば家も服も食事にもありつける。私にはくだらないことを考える時間はなかったわ。お父さんが喜ぶ。ご立派な正義感掲げて死んでいって、子供に負担かける父親のことなんて知らないわよ。違うよ、私は。いい加減自覚したら。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。言い過ぎた。疲れてるの本当に。明日からは外で食べるわ。何も浮かばねえな。今回ばかりはお手上げ。パレスが空中とかずるいよな。せめて現実の金城に接触できればな。ん？何？別に見かけたから。本当か？随分手こずってるみたいじゃない。様子を見に来たってわけ。いくら生徒会長でもこっちの仕事の役には立たないから。役に。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。実際そうだろう。高みの見物してればいいのよ。それともお得意の盗聴でもやってみる？金城ってやつに接触できればいいのね。さっきあなたたちがしてた話よ。金城の居場所が分かればいいんでしょ？おい、バカ正直に答えんなって。意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。今のあなたは役立たず。私は違う。なんか言ったか。いいわ、金城に会わせてあげる。何をするつもりだ。目がマジだったぞ。金城に心当たりがあるということか。いや、それはさすがに。なんか
思い詰めてたよな。もう何なのあの人。人いすぎだぜ。ダメだ、見つかんねえ。もしもし、私、新島誠。いいからこのまま聞いてて、録音も。何？誰から？あなたたち、金城って知ってる？はあ。ばっ！あいつ、何する気だ？謝りすぎだ。何したいわけ？囚人学園の生徒をゆすってるでしょ。警察にチクられたくなかったら私に会えって伝えなさいよ。殺されてえの？会ってくれるってさ、乗りなよ。本当に金城のところに乗れっつってんだよ。おい、今の前に絡んできた奴らだ。やっぱり金城と繋がってやがったんだ。電話は？金城さんに連絡しろ。いいのが連れて。どこに行くの？金城さんの客じゃ手出せねえな。どこに行くのって聞いてるの。追いかけよう。リュウジ、タクシー。俺はナンバーもバッチリだ。伊達にクロッキーやってないぞ。あ、くそ、仕方しやがった。囚人の生徒会長ってマジかよ。俺に噛みついたからには分かってるよね。で、この番号誰？彼氏？何これ。なんだお前ら。新島さん、何しやがった！ああ、そういうこと。つけられたらバカ。すげえ。前見たバッグ、ワニの、あれいくら？300くらい？うわぁ、いいの？そいつらにお礼言えよ。はぁ？今すげえイラついてんの、わかる？金使うとストレス発散になんだろ？ガキが犬みてぇに嗅ぎ回った上に勝手に上がり込みやがって。隙間見える？
イラついたせいで300万円分も空いちまった。埋めねえと余計イラつく。俺完璧主義なんだよ。じゃあよろしく。意味がわからんな。なんだよ、みんな表情硬いな。未成年がクラブでランチキ騒ぎ、これ学校に送っていい？それは、あ、やべ、酒とタバコ映ってる。あー、ほんとウケる。お前らみたいなアホは俺の餌なの、わかる？現役美人生徒会長さん、いいか、警察にチクってみろ。お前らの家族から潰してやる。いつも通り一月と言ってやりたいところだが、まあ大勢3週間だ。それまでにきっちり300万持ってこい。もうすぐ夏のボーナスだろう。ママとパパにお願いすりゃすぐだよ。帰れ、これからお楽しみなんで。はあ、ざけんな。構うな、今は誠の安全が第一だ。ごめんなさい、こんなことに巻き込んで。まったくだぜ。私がバカだった。悪いが全く同感だな。想像できそうなものだろ。ちょっとユウスケ、ただ役に立たなきゃって一人で焦って。なあ、もういいだろ。やっちまったことは戻せねえんだから。お姉ちゃんにも迷惑かけちゃう。お姉ちゃん？私の姉は立派な仕事についてて、私なんかよりずっとできる人で、3年前父を亡くしたせいでいろいろあって、今は姉と2人で暮らしてるんだけど、私は子供だから負担しかかけてなくて。それで無茶したと。どうにか誰かの役に立ちたくて。でもよく知らねえけど、子供だから役立たずってのはちょっと違くね。事実だから。特にあなたには本当に悪いことしたと思ってる。鴨志田のことは今思えば学校ぐるみで隠蔽されてたんだと思う。私心のどこかで気がついてたのに何もできなかった。その気になれば何かできたはずなのに。私みたいな人間こそ本当のクズって言うのかもね。本当のクズは自分のことをクズなんて言わないから。え？何もできなかったのは私も同じ。あなたが前に言った通り、誰より近くにいたのに。それに
悪いのは鴨志田に決まってんでしょ。高巻さん、君も居場所はなかった、そういうことか。私も二度と誰かを同じ目に合わせない。さて、これからどうする？お金は私が何とかするから、金城の件はここまでにしましょう。そりゃ無理だ、俺らだって狙われちまった。これ以上一人で暴走されて状況が悪くなるのだけはごめんだな。あの銀行さえなんとかなりゃな。龍二、銀行？あ、そうか、銀役立たずどころじゃねえ。彼女大手柄かもし、お前ら聞いてくれ。大手柄？どういう意味？猫？あの、みんな大丈夫？我が輩たちは金城の標的になった、金城の銀行の客になったってことだ。そうか、今まで入れなかったのは銀行から客だと見なされていなかったから。特に彼女は乗客なんじゃないか。連れて行こう、こうなった責任は取ってもらわねば。お、やべえ、あれだけ無茶して体を張ったんだ、今や彼女にも知る権利がある。ついてきてくれるな。ついていくって、え、どこ、どこだ。そう、シャドウたちに気づかれんだろ。化け猫、ガーン。モルガナだよ、彼のカバンに入ってた猫。ここに来るとそうなるの。その声、高巻さん、ここどこ。金城の、まあ心の世界かな。は、金城の歪んだ欲望が具現化したもう一つの現実だ。もう一つの現実？浮いてる！これが現実なの？なんてこと。ごめんなさい、でも実際にあるんだから疑いようがないわよね。心が見せる現実、社会認知心理学上の作詞の応用みたいなもの。私らの方が分かんないわそれ。そうか、心を盗むって認知を書き換えるってことなのかな。理屈だけはなんとなく。お前よりすごくね？お、同じくらいだ。じゃあこの世界のどこかに ATM になった私もいるっていうことかもな。とにかくお宝を取れば金城を改心させて自白させられる。うまくいけばだけどな。うまくやるさ。金城みてえなワルあげりゃ俺ら注目浴びまくりだぜ。俺たちの正義も揺るぎないものになる。そうすれば困ってる人とか弱い立場の人勇気づけられるかな。弱い立場の人たちのためか。お父さんと同じこと言うんだ。
お父さん？ううん、何でもない。あの銀行に行きたいのよね。なら行きましょう。私があの銀行の顧客になったんなら、ゲートはただ一つだから。マジ？向こうから来やがった。計算通りだな。時間外の銀行ってカードをかざして入るでしょ。ああいう客としてのアイデンティティがあればいけるかなって思って。私金城の金づるだし。なるほどな。それにしても大きいね。銀行なんてめったに来ねえから妙に緊張しちまうな。この格好で銀行とかモロだよね、ザ・強盗。確かに。ここから先はシャドウが多そうだ。え、何？敵が襲ってくるの。なるほど、合気道なら覚えがある。護身なら心配しないで。シャドウ相手に護身もないが、ま、ないよりマシか。正面から行くしかないんでしょ。乗客なんだし堂々としてないとね。役に立たせてもらうから。つけておこう。ご用件で。やっぱこうなるよね。来い。待て待て。彼女は金城の客だ。頭取に話があるの。失礼ですが、アポイントは。話があるの。いいから取り次ぎなさい。今の声、金氏。頭取って何？銀行のトップだ。
と何倍食えんだこれ。不法侵入その他迷惑行為、締めて300万円の賠償金の件ですよね、現役美人生徒会長さん。300万も集めるのはさぞ大変でしょう。融資しますよ。チャラにしてくれんの？融資ですよ。利率は1日1割。1日に1割の利子ってことは、1日30万よ。ご安心を。そんなあなた方に現実的な返済プランをご用意しております。最初からそういうつもりだったんでしょ。さすがの洞察力ですね。新島さん、美人検事新島さえさんの妹さんと言った方が良かったかな。なんでそれは。我々の情報網を舐めないでいただきたい。いやー、良い商品が転がり込んできたものだ。ふざけないで。若い女は便利ですね。力がなくて頭が悪い。強いものに食われるためにあるようだ。それが融資以来の掟なのかもしれませんね。下等め。おい金城、待ってろや。てめえのお宝踏んだくってやるからよ。笑わせるなよコソ泥。ここは最高峰のセキュリティを施した俺の城だ。どいつも金さえ渡せば何でもやる。お前らの命くらい息をするように奪うぞ。やれ。金城様の命令だ。即刻排除だ。Yeah!
このままじゃまずい。なんだこいつら、キリがねえ。本当にこのままじゃまずい、ね、嘘。みんな、ずいぶん辛そうですね。こそこそしやがって、金城。それはこちらのセリフです。しかし素晴らしい商品を提供してくれたことには礼を言いますよ。そろそろ消えてもらおうか。銀行経営は大変でね、迷惑な客は殺すことにしている。生意気なガキ一人消えるだけで、あっちの世界じゃいい意味。やめて。消すのは商品以外だ。心配するな、姉さんは美人だからな。俺の奴隷にしてやろう。飽きたら売ればいいし。ああ、かわいそうなお姉ちゃん。妹がこんなバカじゃなけりゃ出世できたのにね。お姉ちゃんは関係ないじゃない。なら明日から客を取れよ。我慢して言いなりになってればいいの。我慢、言いなり。お前なら300万くらいすぐに稼げ。その頃はお前の人生も何もかも。さっきから黙って聞いてりゃ。うぜんだよこの成金が。はあ、戦う覚悟はできましたか。いいわ、来て。それなら速やかに契約に移りましょう。我は何時、何時は我。せっかく見つけたあなたの正義、どうかも見失わないで。今日は偽りの自分からの卒業記念日です。なんだ。いや、あれバイクだろ。伝わってくる。これが私。行け。すごい。なんだありゃ。あんなの初めてだぜ。ギャラ泥棒は処刑ですよ。もう絶対に弱音なんて吐かない。飛ばすだけ飛ばすから。いいよね、ヨハンナ。普段おとなしいからって
調子に乗るな。もう猫かぶるのやめたの。行くよヨハンナ、フルスロットル。敵が動揺してるぞ、蹴散らして隙を作ってくれ。ペルソナかけろヨハンナ。いざ、敵がダウンした。ペルソナ邪魔。ヒットだ。マンダラダン大丈夫か。来いよコスプレイヤー。オッケー、よしマンダラ復帰。ガチだからね。許さないからね。セルトだ。外した。ジョーカーしっかりしろ。マンダラダン大丈夫か。甘いな、この野郎。彼はもう一人の俺だ。くそめ、ザーコイヒント。トクス、ちゃんと狙うんだ。オッケー、切れたから。パンサーがピンチだ。ゲッツダリー、手当てよ。ペルソナ、ヨハンナ、いいぞ。敵がダウンした。ああ、ホックス。そいつはダメだ。話にならないぞ。これで総括だよ。これで終わりだ。やばい、アホさんしようかな。よっしゃ、叩け。今だ、逃げるぞ。侵入方法は分かったんだ。目的は達してる。どうやって出んの？出口は一つでしょ。あ、世紀末覇者先輩、チーズ。叩かれたいの？先行くからついてきて。よし、行ける。乗れ。あくまでも敵対するか。よかろう。なら現実に逃げ場はない。ここのシステムを突破することもできない。お前たちに明るい未来は万に一つもないんだよ。すっげえのが出たな。合気道とかそんなもんじゃねえ。超武闘派じゃねえか。絶対怒らせないようにしよう。腕とか持ってかれそう。やりかねんオーラはある。やめて。ここ何年かで一番疲れた。だけど結構良かった。追いかけてた怪盗団に自分がなっちゃうなんてね。お姉ちゃんが知ったら失神しちゃうかも。姉というと前に言っていた？特捜部の検事なの。怪盗団のことを調べてる。
いや、それまずく。大丈夫よ。あんな世界のこと現実の操作でわかるはず。まあこうなる運命だったんだろうな。どういう意味？私はお姉ちゃんみたいにはなれない。いつか分かり合えない時が来る、そんな気がしてた。必死で働くお姉ちゃんには感謝してるけど、なんか哀れだなって思うこともあって、ペルソナの声を聞いて本音がはっきり分かった。根っからの真面目じゃないみたいだな。大人の言いなりになってただけ。彼女、参謀にいいんじゃないか。頭は切れるし、度胸もある。いいんじゃね。ちょうどそういうの欲しかったし。役に立てることがあるのなら。男ばっかでむさ苦しかったし、私的にもこれでかなり。金城からよ、催促だって。パレスの出来事はこっちの金城にはわからないのね。ああ、だがこっちの金城の認知が変わればパレスは影響を受けるぜ。慎重に。余計な接触は避けた方が良さそうね。あと3週間か。それにあのセキュリティだ。でも成功すれば絶対いいよね。叩き潰してやるわよ。私を怒らせたこと必ず後悔させてやる。とにかく明日から作戦開始だ。いつも通り、まずはお宝までのルート確保ね。さすがに慣れてきたな。集合の連絡待ってるわ。
バイク型のペルソナか。ほら、我が輩も車になれちゃうし、なんていうか親近感。分かってねえな。四輪のパワーなめんなよ。まあバイクも悪くないが、大勢は運べん。やっぱ我が輩は特別。運ぶ、いや連れて行く。今一瞬頭になんかが。ダメだ、何も思い出せねえ。まあ分かんねえもんは仕方ねえか。今は金城に集中しなきゃな。誠はお前らと違ってクレバーだし期待できそうだ。それにしてもお前持ってるよな。我が輩も怠けてられんな。よし。そうだ、金城片付いたらメメントスの相談もしちゃおう。誠の頭脳なら何か。もしもーし。ユウスケに続いて誠。こいつずいぶん引きがいいな。何か理由があるのか。まさかな。おはよう。
よし。そうだな。でも、これって叩き潰すぞ。
私のことは何て呼ぶの？コードネーム使ってたわよね。察しがいいな。レーベル高っけーな今回。カタパットとかかな。着眼点ダメすぎるだろう。それは却下。ライダーは運び屋っぽい。却下。フィクサー？黒幕は違うわね。却下。もっといいのをちょうだい。女王様みたいだな。なんかあるか？ありっちゃありか。もう少し気高い感じがいいわ。クイーンだろ、もう。それだ。クイーン、気に入った。それでいいわ。じゃあ、今回の作戦を説明してくれる？作？ないの？怪盗って無策でやってるわけ？とりあえずこの辺り見て回って、シャドウがいたらぶっ飛ばす。まあいいわ、役に立てそうな気がしてきた。私の役目はモナの情報を分析して指示を出す、ブレーンってとこね。異論は？ナイス。スカルって絶対尻に敷かれるよね。モナ、ナビ始めて。はっ。こっちもか。
ぼう。暴いてやる。女の扱いも知らないの？よし、こちらの先生だ。そこか。どうしたの？じゃあ立ってくい。来い。くらえ。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカI'm gonna go get some more.
我は何時、何時は我。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。さて、暴いてやる。抜かしてくれよ。よし、こちらの先生だ。くらえ。ああ、負けるぜ。これでどう？来いぜ。いただいていく。待ってて、何する気だよ。なあ、相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。よし、正体を見せろ。まだ逃げないんだよ。先制攻撃チャンスだ。行け。くらえ。はあ、ここはペルソナで容赦しない。いざ。敵は残り2体。ラスト、残り1。ラスト1体、行くぞ。
様。よし。暴いてやる。手こずってられない。よーし、勝利だな。よし。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。いけ。そこか。セレクト。よし。
けが必要だぞ。早く解放してよ。ベルトラ、覚悟しなさい。敵の優勢は変わらず、気合を入れていけ。どこに行くの？あなた、覚悟を。敵残り2体、油断するな。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。私の怒りを思い知る。ベルトラ、いい加減言っちまえよ。ベルトラ、いただいていく。次に行きましょう。よーし、勝利だな。うん、それじゃ。正体を見せろ。敵が強い。弱点の祝福属性攻撃で一気に倒しましょう。ここはペルソナで容赦ない。ダメっつー。奪え。
よーし。やるな。
今の感覚を忘れないようにね。うん、ご苦労様。よし。余裕だぜ。いけるよ。暴いてやる。そんななしてくれよ。天使祝福属性が効果的ね。隠した相手に取りこぼさないでね。ここはペルソナね。私の怒りを覚えし。ああ、しらけるぜ。終了。行きましょう。
フルームがありそうだな。ここは休憩に使えそうだ。つけておこう。何かご用ですか？囚人、主は更生を進めているあなたを評価し、特別なペルソナの能力を強化する講師刑だ。祭儀の内容について詳しく聞きたければ主に直接尋ねる。貴様が更生を進めればさらに新たな祭儀の開発も主は考慮、励むがいい囚人。構成は囚人をさあ合体です。これで良いのか？可もなく不可も引き継ぐ技能を選びなさい。
新たな力を授かることはない。二人とも始めるのだ。これでよいのか。過度な力は破滅を招きますよ。やめと終わりですか。せいぜいあがけよ。
し。なんだよ。よし、どれにするか。そうか。まあいいだろう。いいだろう。ありがたく思え。まあ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 いいだろう。ああ、おう。そうだねえぞ。よし、どれにすんだ。
それってどうだ。おう、よし、どれにすんだ。あ、いたずらに使うんじゃねえぞ。それにすんのか。ちっ、じっくり見ろ。おう、あ、それ気に入ったか。よし、どれにすんだ。それに壊すんじゃねえぞ。そうか、おう。あ、いたずらに使うんじゃねえぞ。よし、どれにすんだ。そうか、ありがたく思え。まあいいだろう、ありがたく思え。また来い。
ってこい。行こう。
ありがとう。じゃあね。おう、帰ったか。なあ。実はさ、ごめん。じゃあまたね。
問です。これだ。やりますね。君か。なぜだ。聞いてくれ。助かる。
いいか、戸締まり頼んだぞ。どうだ？よし。うん。頼んだぞ。どうだ？よし。よし。うん。遅いよ。Thank you.
おっと。え、なあ、なあ、行こうぜ。おう、帰ったか。
いいか？ちょっとララちゃん、これ水じゃないの？ぼったくりだぼったくり。特集ですっぱ抜いてやんよ。よう、君か。とりあえず座んなさいよ。今日はどうした？まさか新しい会、あ、それとも。それも？怪盗ネタもある。そりゃありがたい。いや助かる。子供を利用する気？硬いこといい子なしでしょ。この子ら大人の耳には届かない。それに大事なのは第三者のソースがあるってとこ。なんで条件は？今度は誰の情報が欲しい？応援？うん、でもなるほどね。ちょっと、あんたま、じゃあさ、君は私に怪盗団のネタを頼む。どうなの？我はなん、土切りは我。よし。あ、このことは誰にも言うなよ。高校生とか。それじゃ、ララちゃん、私のボトル出してよ。ちょうだい。うわ、ちょっとトイレ。あ、なると長いからさ。よし。帰ったか。さてと。
いいか、戸締まり頼んだぞ。どうだ？おはよう。うん。ダメね。どんよりね。あ、行こう。さ、今日の仕事始めるぞ。行くぞ、ジョーカー。到着っと。さて、次どこ向かうんだ？つけておこう。